今日は2023年の7月20日に撮影しています。朝8時前です。で、畑に来ました。野宿り農場に来ました。ここで今日は梅干しを干していきます。天気予報は全く読めずで、今週の予報ずっと雨やったり、前日前々日までずっと雨予報やったんで、なかなか日にちが決められなかったんですよ。3日間梅干し干します。で、3日張り付きます、ここに。はい、泊まり込み作業を行います。なんか日中暑い時は梅干しどの動物にも狙われへんと思い込んでるんですけど、朝晩涼しい時とかに何かやっぱ食べに来られるんかなとか、いたずらされに来られて、量がたくさんあるんでいたずらされたりしたら困るなと思うんで、横に泊まり込んで過ごそうと思っています。はい、なので3日間これから用事できませんね。これがライブで届けられないんですけど、まあ記録としてまた YouTube の動画投稿ができるようになったらどんどん動画上げていきます。じゃあ最初もう引き詰めて用意していきます。やっと暑くなってきました。昨日夜ちょっとだけ雨降ったんで、一瞬だけなんか激しい雨が降って、まだやっぱ地面濡れて水滴もいっぱいついてるんで、朝6時とかじゃなくてよかったかなって。ちょうどまあ8時ぐらいで今から乾き出して一緒に干せるかなと思ってます。で、梅干しの干し方なんですけど、人によってやっぱね、地方によってやったりやり方いっぱいあって、3日間干し続けるのもあれば、1日目は干した後もう一回同じ汁の中、酢の中に漬け直して、あと2日いや3日干すっていうような干し方っていろいろあるんですけど、私の場合ちょっと時間を優先して時間がないんで、もう3日間一気に干し続けて早めに乾燥干せるように、出来上がりにしたいと思います。その後も、今見たら2日3日ちょっと見れない状況やって、梅酢を見てみたらカビてはいないですけど、周りに水滴ついてるところとかやっぱカビがつき出したりとかしてたんで、この後もやっぱり気を抜けないなっていう感じですよね。塩一応言われてる量以上はね入れて、カビないように腐らないようにとはしてるはずですけど、水滴なんかにはカビがついてくるんやなというのが感じていますので、はい、干して、抗菌作用を促すのと、あと栄養価が上がるそうなんで、はい、干して梅干し作ろうと思います。大量にあります。今日は4タルかな今、はい、持ってきてるんで1つずつ順番にやっていきます。忘れたのがちっちゃいザルとかを忘れてしまって、というかズボラで用意できてなくて、いかに少ない回数で綺麗に梅酢を保てるか、あんまり梅酢の中に手突っ込みすぎないようにしたいと思います。はい、こんなところで作業始めていきます。疲れた。食べてみましょうか。何食べてるの？8分前から来るから。ああ、めっちゃ。硬いのと、ふやふやのと、両方食べ比べてほしい。これも、これなんかもうダメっぽいんですけど、これちょっと触って。はい、ようやく並べ終わりました。ちょっと崩れてるのあったんで何個か食べてみようと思います。おっ、しょっぱ。うーわ、こっ、
こしい。めっちゃ濃いね。お。えずこと。うわぁ、梅干し食べてこんな苦しむの初めて。やっぱりチビチビ食べるもんなんですね、これ。一気に市販のやつみたいに一口で行こうというのが大間違いでしたね。すごい。ちょ、あれ硬いのと柔らかいの食べてみました。硬いのは。硬いのちょっと食べてみてください。柔らかくてもう身崩れしてるやつがありますよね。もうそれはやっぱ美味しそうなんですよ。柔らかいふやふやの。反対に硬くてもうガッチガチになってちっちゃくなってるやつがあるんで、なんか。ちっちゃくなってるやつ、硬いやつ見ると柔らかいのと比べると食べれます？だとなんか失敗というか傷んでんのかなっていう。どうですか？食べれる。あんま美味しくないですか？ふにゃふにゃはやっぱ美味しいですか？ちょっと硬いやつ食べてみます。食べれるじゃないですか。全然普通に美味しい。なんか柔らかいやつ塩含みすぎて辛すぎたって感じなんですけど、あ、ちっちゃいやつは水分っていうかね、ふやけてない分、食べやすいかもしれないです。もうふやふやの美味しそうなやつ、えずくぐらい塩辛いんでね、もうめっちゃ濃い海水飲んだみたいな、むせそうなぐらい辛かった。あ、というか一口で食べるもんじゃない、もうご飯と一緒にちょっとずつ食べるような感じだと思いました。とりあえず、酸っぱ。あ、でも全然マシ。ちっちゃい方が美味しい。量何個も食えますね、これ。梅干し、私そんな好きじゃないですけど、梅干しそんな好きじゃない人が好きになる梅干しになってくれたらいいなと思って、なったらいいなと思って、この後も管理しました。干してきて、干し始めたところがもうだいぶ色変わってきました。それでちょっとビデオ撮っておきます。